テレトビズテレビ東京経済キャップの小野哲太郎です。今日は10月から始まるインボイス制度について解説します。中でもこのインボイス制度、財務省の狙いは、そしてですね、そもそもこのインボイス制度とはどういう制度なのか、そしてこのインボイス制度反対するわけは、こういったことに力を入れて、解説したいと思います。まずは今日9月29日に総理官邸開かれたインボイスの関係閣僚会議での岸田総理の発言をご覧ください。政府一丸となって事業者の抱える不安を解消するとともに、今後取りまとめる経済対策において支援策を盛り込み、必要な支援を実施するよう取り組んでください。10月中に取りまとめる総合経済対策にインボイス導入の支援策を盛り込むように指示しました。また今回の会議は冒頭の各大臣による報告から最後の総理の総括まで全てメディアに公開されました。総理大臣が参加する会議としては異例のことなのですが、これもこのインボイス導入に向けた本気度をアピールする狙いがあると思われます。さてこのインボイス制度ですが、もともとはですね、1989年消費税が最初に導入されたときに合わせて採用されることが検討されました。しかしですね、当時はですね、事務手続きが煩雑になりすぎるということで採用を見送られた経緯があります。財務省としてはこれ30年以上待ち望んだ、いわば悲願ともいえる制度なのです。なぜ財務省がそれほど待ち望んでいたのか、これはですね、消費税を正確に納税してもらうためには本質的に欠かせない制度だと考えているからです。それでは消費税の納税の仕組み、ここをもう一度おさらいします。テレビを買った時を例に説明します。本体価格100万円の高級テレビを買った場合、お客さんは消費税10万円を合わせて支払います。消費税とは最終的な消費者が支払った金額と同じ額を納税する、これが基本です。しかし家電量販店はテレビをゼロから作るのではなく、メーカーから仕入れています。そしてメーカーはさらに取引先から部品などを仕入れています。この時メーカーからの仕入れの本体価格が80万円なら、この段階で消費税が8万円さらに上乗せされて88万円がメーカーに支払われます。さらに取引先の工場からの仕入れにも 10% の消費税がかかっています。ここでは30万円分の仕入れをしているとして3万円分の消費税がここで支払われています。各段階の事業者がすべての額をそれぞれ納税してしまうと、納税額は合計で21万円になってしまいます。最終的な消費者が支払った額は10万円です。これよりも多くなってしまうわけですね。こうした事態が起こらないように、事業者は受け取った消費税額から仕入れの段階で自分が支払った消費税額を引いた金額を納税します。これが仕入れ税額控除と呼ばれるもので、先ほどの例だと家電量販店はお客さんから受け取った10万円からメーカーに支払った消費税8万円を引いて2万円だけ納税します。それが各段階で積み重なると納税額の合計がちょうど10万円となり、消費者が支払った額と同じになります。このような手順を踏んで初めて適正な消費税の納税ができるというわけです。ただここでは単純化していますが、実際には仕入れ先も複数になります。さらには今は消費税率も 10% と 8% のものがあるため、納税額の把握は相当煩雑になります。そこで取引の各段階で控除できる税額が相手にも分かるように、請求額のうち消費税額はいくらですよと明記したものを渡すようにします。これが適格証明書、別名インボイスと呼ばれるものです。これには発行した事業者の個別番号を記すなど、国が決めたフォーマットに従って誰が見ても誤解がないようにしたものです。そしてこのインボイス導入の狙いは、鈴木財務大臣のこの言葉に集約されています。インボイス制度、そもそもその必要性意義につきましては、これは複数税率の下で適正な課税を確保するために必要な仕組みである。最終的に消費者にご負担いただく消費税の適正な課税の確保につながるものと
考えております。適正な課税の確保、つまり年額で30兆円にあたる膨大な消費税、その流れを確実に把握して取るべき税金はしっかりと納めてもらう、これが財務省の一番の考えだと思います。しかし一方でこのインボイス制度には反対する人たちもいます。なぜ反対するのか、これ聞いてみますと、インボイス制度そのものというより導入に従ってある取り扱いの変化がある、これが彼らが一番問題としているところだと感じました。受発注、記帳、あるいは入金、付加する、全国銀行協会のゼリーなどを活用した請求と決済の連携の必要性、